こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはスーパースピンコンバイナーよりハリケーンドラゴンです。それでは見ていきましょう。ということで、ね、こうハングルが書かれてますけど、会社見てもらうとこうバリュー&バリューって書いてるじゃないですか。これが確か中国の会社なので、多分この中国のおもちゃを韓国が輸入して発売してるんだと思います。だから元は中国のおもちゃだと思いますね、これは。うん、はい、ということで見ていきましょう。ハリケーンドラゴンってことで、ドラゴンのねキャラクターがここにいますね。うん、でベイがなんかこう2つに分かれてて、それとランチャーが1つ入ってるよって感じですね。うん、この男の子が多分これをね回す人なんでしょうね。うん、それで、はい、こう時給って書いてますね、ここに。うん、時給タイプなんでしょう。そしてここ、うん、なんかプロフィールみたいな、12歳なのかな多分、はい、男の子。そしてこっち側、まあ他のラインナップですね。うん、大体なんかね同じような感じしますね。うん、まあ違うんでしょうけど、はい、下そして裏がこういう感じになってます。ランチャー、上のやつ下のやつって分かれてます。これね気になりますよね、どうなのかっていうのが。でパラメーターで遊び方、このランチャーにこれをくっつける、そして紐を引いてこう、ね、ボタンを押すとシュートで、さらにこの上のやつもこう、ね、下のやつにくっつけられるよっていう話ですね、多分。はい、っていう感じになってるんですけど、早速ね実際にやってみた方が分かりやすいと思うのでやっていきたいと思います。それでは中身を取り出していきましょう。はい、中身ねこれだけなんですよ、もう何にもないんです、あと、はい、このプチプチにね入った状態でねこうなってるっていう。はい、で説明書はねもうここでもう完結してるから入ってないっていうことなんでしょうね。それではね中身、このベイとランチャーの2つ入ってました。うん、それではこのベイから、ね、見ていきましょう。はい、このハリケーンドラゴンの見た目はこういう感じになってます、ね、このドラゴン、ね、かっこいいですよね。しっかりとハリケーンドラゴンのドラゴンが、ね、なってるっていうのいいですよね。しっかりとこう塗装もあって、で下、はい、ここ、ね、軸先がね金属になってるんで、多分こう低摩擦でね持久力を生み出すって感じなんでしょうね。うん、そしてここ、ここがね、ここも金属になってます。なのでこうカンカンとか言うんでしょうね。そしてなんと、はい、これ2つに分かれるんですよね。でこうなってます。中は、うん、で、はい、ここネジ止めされてないですね。というか、うん、多分されるはずだったんでしょうね。で。これとこれなんと、はい、カチッとねくっつくんですよ。で多分ここの青い部分に磁石が入ってるんだと思います。なので、はい、カチッといくっていう感じになってます。で多分このまま回してもよし、こう回しながらこうでこれをカチッとはめてもよし、このまま2つくっついたまま回してもよしみたいな感じだと思いますね。いろんな遊び方ができると思います。そしてこれ見てください、この青い2つの突起あるじゃないですか。これ押すと、この軸を見ててください、2つ同時に押すと、はい、これ引っ込むんですよ。引っ込んで、はい、今度はこういう軸先になるんですよ、ね、穴が開いた感じの。なので多分こうねフィールドを暴れ回る、今度はアタック系のねベイに変化するんじゃないかなと思いますね。っていうね、この軸先変化のギミックもあるっていう、結構ね面白そうですよねこれ。うん、そして次ランチャーですね。ランチャーはこういう感じになってますね。ね、見たことないような感じになってますけど、ここにベイをつけて、結構うるさいんですよねこれ、うるさこう紐引いて、でこの最後ボタンを押すと多分こうでこれがカチッってなってね解き放たれるみたいな感じになってると思います。このねちゃんと色がこう
緑と黄緑でこう統一されてるっていうのがもうめちゃくちゃ好きですね。はい、ということで早速回していきたいと思います。で、回す前にちょっと重さ測ろっかなと思います。この、ね、ハリケーンドラゴン一体何グラムなんでしょうか。はい、見えるかな、64グラム。まあまあですよね。うん、なんか思ったよりですね、まあ普通のベイブレードとかよりはね、重いなっていう感じがしますね。それでは本当に早速回していきたいと思います。それではこのフィールドを用意したので早速回していきたいと思います。まずこの状態で回してみたいと思います。下だけ、はい、でこれはめ込むと、はい、ここ出てくるんですよ、うん、それではやっていきます。これうるさいんだな本当に。めっちゃ回ってますこれ。そしたらこれも忙しいな。はい、くっつきました。これで 64g のベイになりましたね。でこれ軸先出てるじゃないですか。でもこう引っ込めてこれをはめるとあれなんですよ、この金属がこれに押されてこう軸先が出てくるんですけど、これ引っ込めた状態でこのカバーをつけるとこれがこう届かないので出てこないんですよ。なのでこれ多分ねこう最強の暴れ馬になると思いますね。やばいやばいやばい、やばいですね。ちょっと暴れす、ちょっとやばい。これ素手で掴むのやばいですね。めっちゃ怪我する絶対。やばいな。じゃあとりあえず今のこのね、この引っこ抜いたやつとこのツバイロンギネスで戦っていきたいと思います。いや怖っ。ツバイロンギネス壊れないかな。一回やってみよう。やばいやばいやばいやば。やば、ちょっと威力ちょっとやばすぎますね。怖っ。ちょっとツバイロンギヌスだともしかしたら歯が立たないかもしれないですね。じゃあはい、ジャッジメントジョーカーでね、もうバーストさせましょう。あ、来たすげえすごい、デッドアーマーみたいにこれ弾き飛ばしましたよ。すごい、まさかジャッジメントジョーカーがやってくれるとは思わなかったな。メタルファイトね、このストームペガシスでちょっとやっていきたいと思います。軸なしでやりますか。いきます。うわ、勝った。ストームペガシスが勝った。すごい、まさかこんなちっちゃいね、ベイがこのこのハリケーンドラゴンに勝ちましたよ。すげえな、ストームペガシス。じゃあ次この軸出してやってみようか。この軸と同じ軸があるんですよ、メタルファイトに。その時給、これがこのバンフェニックスですね。メタルシャープっていう、これボトムなんですけど、それでちょっと勝負やっていきましょう。勝てるか。おおおお、負けた。バーンフェニックス負けてしまいましたね。そっか、この、ね、やっぱ重さかな、うん、っていうので負けたのかな。はい、じゃあ次エルドラゴですよ。やっぱりメタルファイトっつったらね、はい、エルドラゴのこのフェイスを交換してメタルフェイスに
買えます。うん、メタルフェイス 5g ぐらいあるんで、きっとやってくれるでしょう。今気づきましたけど、ハリケーンドラゴン左回転なんですね。いやー、そういうことか。やばい、めっちゃガツガツ。あ、負けた。まさかエルドラゴが負けてしまいましたね。それでは最後はやっぱりこの同じ緑の、ね、武神アシュラでこのハリケーンドラゴンを、ね、倒してもらおうと思います。それではやっていきましょう。はい、やば、強すぎ。ということで今回の中国のベイブレードのハリケーンドラゴン、どうだったでしょうかね。うん、こう磁石でこうくっついてこうどっちでも遊べるっていう、ね、ベイがちょっと面白いなと思いましたね。うん、やっぱ今で言うあれですよね、こうレッドフェニックスとかリバイブフェニックスのレッドアーマーみたいな、レッドアーマーとかそういうアーマー系、うん、パージする。でもこれあんまパージとかそういう感じではないのかな。うん、ただこうつけてこうやるみたいな感じですよね。うん、であとこの軸先ね、軸先こうこの状態でつけるとこう軸先が出てきて、でこう引っ込んでみたいな、引っ込ませてこうシュートできますよみたいな、このねギミック結構面白かったなと思いますね。うん、やっぱこの外側がメタルっていうのがねまたいいですよね。こうメタルファイト思い出しましたね。うん、久しぶりにこのストームペガシスとかね使ってこうカンカンってこう、ね、金属のねぶつかり合う音が聞けてよかったなと思いましたね。まあ、ということでね、気になった方はぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。それではここからはレビュー中に話せなかったことなどを話していきたいと思います。ということで今回この中国のねベイブレードみたいなやつをレビューしたんですけど、結構こうよくできてますよね。ギミックとかも面白いし、まあ、っていう感じなんですけど、さらにねこの違うねまた違ったベイブレードがみたいなのがあるんですよ。それはこれなんですけど、これは多分韓国が出してるやつなのかな。ソノーゴンって書いてるから、うん、メカブレードっていうんですけど、これがまたねすごいんですよ。これランチャー使わないんですよランチャー使わないんですけど、見てわかりますかね、この手に指輪みたいなのはめてこう手かざすと勝手に回るっていうやつなんですけど、これすごいんですよね。うん、え、すげえなと思って3つぐらい買っちゃったんですよねこれ。うん、はい、でこう回すやつがこれなんですよ。うん、だからこれ1個で足りるのかなっていうのはまああるんですけど、まあとりあえずまあやってみてからですね。うん、なんかこうデザインとかめっちゃかっこいいですね、このロボットとか。うん、がいいなと思って買ってしまいましたね。うん、まあということでね、気になる方がいたらこれもレビューするので、うん、ぜひなんかコメント欄とかで教えてください。うん、あとこういうのもあるよっていうのもあったらぜひ教えていただきたいですね。中国とか韓国のベイブレードみたいなやつみたいなねとか。はい、ということで今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。よければチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルキュルでした。